ルードン慶応経済の英作文添削してみた。ピリオドごとに改行絶対しないでくださいね、これすごい多いけど、あんまりちょっとブースティックアラビーの部分が弱かったかな。なんかそんな、はい、始まりました、森哲チャンネル。さあ今回はですね、ルーの慶応経済の英作文添削してみたということですね。はい、慶応を目指すアイドル失格のルーですね。アイドル失格のっていうグループ名なんですけど、そのルーがですね、慶応経済受けるということで英作文送られてきました。早速添削していきたいと思います。まあ自分自身はね、モリティとイングリッシュライティングっていうのでね、今もう毎日のようにいろんな人の英作文添削作業やってるんですけど、まあこうネイティブと日本人でやるっていう風になってるので、必ず僕がやる時もありますし、他の人がやる時もあるんですけど、はい、まあ一番多いのが圧倒的に慶応経済なんですよ。やっぱ総計志望の人を見てるんでしょうね、多分ね、多くね。なんでこの問題も何度も今見てます。はい、2022年の問題ですね。日本政府が、市民がミニマリストライフスタイルっていうのをするのを推奨すべきかどうかっていうやつなんですけど、まあこれ慶応経済の場合っていうのは本文があって、その本文から引用してこなきゃいけないんですね、必ず。で、自分の意見とは反対の人の意見を引用しなさいとか、本文中からいくつ引用しなさいとかっていう風に出てきます。で、まあすっげー間違い多いんですよ。もうほとんどの人が書けない。だ、いわゆる河合塾で総計クラスやってきた時もめちゃくちゃたくさん持ってくるんですけど、生徒たちが。で、見るんだけどね、もうほぼほぼボロボロなんですよね。そもそも引用っていうことの意味が分かってない。何のために引用するかが分かってなくて、全然関係ない時に引用してきたりする。大変なんですが、さあ、見てみましょうか。I agree with the idea that the Japanese government encourages citizens to adopt a minimalist lifestyle for the following two reasons. まず、encourages だったら今やってるってことでしょ。今やってるという考え方に賛成ですじゃないでしょ。すべきだってことだから、government should encourage にしないといけないですよね。で、まあ、ここは合ってますけど、この、ね、the がめっちゃ抜ける、この the Japanese government の the 書かないで、×っていうこと結構ありますね。添削してて。はい、アダプト、採用するね。さあ、二つ理由があると。さあ、一個目は何でしょう。First, a minimalist lifestyle is eco-friendly. はい、eco-friendly であると。あれ、これなんでこれで開業してんの、これ。ピリオドごとに開業絶対しないでくださいね。これ。すごい多いけど。According to Claire Yamissi ですか、わかんないですけど、2020 paragraph 3。引用の仕方に関しては、まあ、形を指定してますんで、それに合わせてください。The personal consumption impacts the broader environment and community in profound ways. え？ここまでが引用なのかな？なんで大文字から始まってるんだこれ。小文字でしょ、どう考えても。Profound ways ね。はい。For example, shopping at farmers markets for local produce and bread not only improves your diet, but also reduces the creation of waste.Reduce the creation. ゴミが作られるのが減らされる。Reduces waste だったら分かるけどね。ゴミを減らすだったら分かるけど。あ、この produce ね。はい、不可算名詞の成果ってやつですね。Fruit and vegetables って言い換えられますね。成果とパンを並べてんだね。In terms of the above, activities of a minimalist have the possibility of reducing waste. あ、ここで reducing waste 使ってる。Therefore とかでいいんじゃないの？ Therefore,The activities, 道をオブか後ろからかかってるか。The activities of a minimalist have the possibility of reducing waste とか。あ、therefore、あ、ここに therefore 出てきちゃうのか。These actions will bring about environmental benefits。で、2回言っちゃうから、activities も reduce もかぶっちゃうから、いらないよね。くっつけた方がいいのだから。Therefore、もう reducing waste は同じだからカットして therefore these will probably bring about environmental benefits かな。あの will ってやると強すぎるんで、もう絶対起こるみたいになっちゃうんで will probably とかねにするといいと思いますね。 in seconds、 これさ何なの、 in seconds って書いてきたり seconds って書いてくる人めっちゃ多いんだよね。 second とか second でしょ、すごい多い。 minimalism will result in a boost to the economy、 あ、経済にってことね。 althoughなんでカンマついてんの。 In the 2021 article Minimalism Small Minded We need the more stuff、 大文字じゃないのこの人、名前だよね。 Claims that economies of scale scale か、 economies of scale mean that big really can be beautiful. Massive operations can often produce far more with far less waste. どこが引用なんだ。 The claims that に点々ついてるかわけわかんないですねこれね。
そのほら、せつかま、声のあるじゃないですか。こうやって言うっていうのは。that って入れたらいらないでしょ、てんてん。I believe that minimalism has a positive effect on the economy because by consuming conscientiously, we can support ethically produced and locally sourced goods. あ、難しい表現使ってるね、結構。which can bring the situations of distribution of high quality products. situations of distribution of which can bring high quality products でいいんじゃないの。まああとはちょっと bring 何回も使ってるか、こう lead to にするとか。Which can lead to high quality products っていうんじゃない。 For the above reasons, I think that the government should adopt this policy to defend our environment and to boost the economy. Take in, take in this policy. Adopt じゃない、adopt this policy。 あんまりちょっと boost the economy の部分が弱かったかな。 なんか、いや、その ethically producedグッズとかはさ、わかるんだけど、ハイクオリティグッズになるって、プロダクツになるっていうのはわかるんだけど、そこがなんでエコノミーにいいのかっていうのが弱いんじゃない？produce far more with far less waste。そのマッシブオペレーションズがレスウェイストできる、そこからどうしてエコノミーがブーストされるのか。わかんない。その引用された箇所以外の場所でそういうのがいろいろ書いてあるのかもしれないんだけど、ちょっとわかんないですね。エコノミーとどうつながるのかが。うん、環境の方はわかるんですよ。reduce waste だから。waste を減らすってことだからわかるんだけど、ちょっと2個目の段落の方がよくわかんなかったかな。あとはこの引用したのが、そうか。だって反対意見を述べるんだもんね。although って書いてあるから、そうか、反対側の意見なんだよね、この although が。そういうことがやっとかって、 although でグワーって長いのが書いてあって、 I believe ってこういうことなのね。じゃあ全然書かれてないじゃん、だからエコノミーにいいなんてことは。 article の方が、そう、 although かまでいきなり大文字 in で始まってるからね、これがおかしいんだけど、たくさんのものをね作った方がいいっていう、まあミニマリズムと逆なわけじゃないですか。じゃあそのミニマリズムと逆の方がいいんだってっていう、逆の方のいい点みたいなのを言ってるわけね、このモスタフっていうのが。で、それに対してただただオルゾーで繋いだだけでやってるのか。それだったらこうこうこう述べている、で、 however で返した方がいいよね。結局クオリティの方に走っちゃってるでしょ、ここの話はね。ちゃんと考えて消費する、ちゃんと考えて消費して手質が高いものになるっていうのが、どうして経済にいいのかが書かれてないですね。例えばだから質の高いものができるんだったら、もっとね多くの人が買うようになる、多くの人が買うようになる、それ良くないんじゃないか、ミニマリズムじゃなくねえかってちょっと思うんだけど。難しくない？これ大量生産大量消費の方がエコノミーにはいいから、少ないものの方が経済にいいっていうのはだいぶ考えて書かなきゃいけなくないですか。これこの論で進めるのは結構大変だと思いますね。ね、ethically produced の方がいいっていう風に言う。でもな、結局経済っていうのはな、多く消費されないとだからな、これで論進めるのはかなり大変だと思いますよ。まあなんかアイデアあったらぜひ書いていただければと思いますね。あとはそのミニマリストライフスタイルねっていうのが一体どういういい点があるのかね、他にも思いつく方は書いてもらえればいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ引用だったりとか、あとアイデア自体も書いてあるからさ、慶応の経済っていうのはね、長文中に。だから楽なんですけどね、その書いてあるアイデア別の表現で言いやいいので。だからそんな難しくないんですけどね、アイデアも考えなくても書いてあるしっていう感じなんだけどね。引用以外の場所でも同じような意見持ってたらさ、使えるしさ。そんな難しくないんですけど。あといつも言うんだけど、引用するときにちゃんとつながりを示してくださいね。まあ、唐突に引用する人が多いんだよね。その引用した部分が一体どうつながるのかっていうのを示すことも大事になりますので、はい、ぜひともそういうことも考えて引用はしましょうね。はい、ということでした。ぜひ、その辺のことも考えて頑張ってください。はい、Merited English Rating 貼っておきますね、概要欄に。頑張ってください、受験。ではご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.